長崎市消防局は、長崎県長崎市の消防部局である。西園義郡長与町、都議津町は、長崎市に消防業務を委託している。消防局庁舎は、長崎市中央消防署と併設されている。中央消防署末が枝出張所長崎市松が、枝町4の31方の裏出張所長崎市。 アクノウ町10の二小島出張所長崎市、桜木町6の47モテギ出張所長崎市、モテギ町75の中蛍茶屋出張所、長崎市屋の平1丁目1の市屋上出張所、長崎市東町1936の1章、坂木派出所長崎市長瀬戸町線15の7、北消防署、浦上出張所長崎市平野町10二29、 活石出張所長崎市大園町4の1章、高原出張所長崎市章、高原2丁目20派、の十2 3 0出張所、長崎市安かり町20派、の7近海出張所、都市長崎市長浦町2606の1、浜田出張所西園木郡都議津町浜田号824の西見派出所長崎市四季見町357、上浦派出所長崎市、 上浦江川町に池島発出所長崎市池島町1009度育備出張所長崎市柳田町45の13は出張所長崎市府間町111-1野茂崎出張所長崎市野茂町1665高島出張所長崎市高島町2707伊王島発出所長崎市伊王島町2丁目852消防艇の閣流。ありがとうございます